今月18日、八雲町野田生の国道5号で、養豚業者のトラックとバスが正面衝突した事故では、バス運転手の興膳孝幸さんら5人が死亡しました。警察によりますと、死亡したトラック運転手の梶谷誠さんは、当日、勤務先の関係者に体調不良を訴えていました。その後、勤務先の日本クリーンファームへの取材で、事故当日は休日体制で、運転手の健康状態を把握する運行管理者が不在のため、勤務先は体調不良を把握できていなかったことが分かりました。運転の前日には酒を飲まず、誰よりも早く出勤し、バスの点検を欠かさなかったという興膳さん。5年働いたという元同僚は。ドライバーの鏡というか、何に聞いてもそうおっしゃると思います。仕事は真面目で、仕事離れるとすごく明るい方でしたから、いろんな面で、お世話になりました。現場の道路付近では警察や開発局による再発防止に向けた話し合いが行われています。事故があった道路は直線が長く続き、死亡につながる事故も多いとして、八雲町は注意を呼びかけていました。国は2013年に事故現場の国道を事故危険区間に指定しましたが、これまで対策を講じてきませんでした。これについて道路を管理する北海道開発局は、問題がなかったという認識を示しました。開発局としてその対応というのは問題はなかったということですね。前後で死亡事故とかなかったので、優先順位としてここには考えてなかったっていう。開発局は今後、事故が起きた現場の道路中央に溝を作り、そこを通過した際に振動と音がドライバーに伝わるランブルストリップスを設置するということです。